新型コロナの感染拡大から小松市では3年ぶりに行われた今回の安全点検。小松市の国府小学校への通学路を警察や小学校の職員などおよそ20人が見て回りました。こちらの通学路、車道がかなり狭くなっていて、歩道に車がはみ出すこともあるということです。そのため今回の点検では、児童の安全を守るために歩道をグリーンベルトにするという意見などが挙げられました。小松市では18年前から通学路の安全点検を行っていて、今日は住民や学校などから要望があった10カ所を点検しました。この場所では道路の白線が薄くなって見にくいため、引き直しすべきとの意見が出されていました。全体考えて、そうですね、側溝の負担もあればね、ちょっと広くなるから、まあ、白線はまあ引いていただきたいということで、一方、こちらの地下道では、ここ、まあ、あの学校さんの、意見で、まあ、地下道が進むなく、特に冬場は気味悪いということで、電球を LED 電球に交換したらどうかといった意見が出されました。小松はね、道路が狭いということもそうですし、学校と距離が長いということがありますので、広範囲に点検しなきゃならないということがありますので、なるべくライトをつけるようにということを道路監視者にお願いをしていきたいということを思っております。県内では今月13日、金沢市で女子児童が通学路で乗用車にはねられ意識不明の重体となった事故など、去年の同じ時期より5人多い40人の小学生が交通事故で怪我をしています。